ぜひ書いてください。なんかあれなんですよね、あのインスタとかそのツイッターとかあのコメントとかたくさんいただくんですけど、あの返したりができないので、あのなんだろう、いつも心の中ですごい返事してるんですけどね、たくさんあのコメントとかいつもくださる方ありがとうございます。もうお仕事とかも始まってますから、あれですよね、あのお仕事帰りの方とかもいらっしゃいますよね。お疲れ様です。やばい、なんかもう頭がおかしいかいつも。あ、服かわいいってありがとうございます。なかなかなんかこういうフリフリしたやつは私着ないんですけど、なんか最近いろんな服着るなんかチャレンジしてますね。なんか日によって今日は可愛いのが着たいとか、あのなんだったかな、かっこいい感じとかポップな感じ着たいとか、すごい日によって違ってて、あのそう気分で結構変わるので、私服の系統の統一感が結構ないんですよね。うん、電車の中で見てるんですか。ありがとうございます。ご飯まだ食べてないです。はい、朝ごはんはパン派なんで、あの食パンにチーズ乗せたりして食べてますね。そんな感じです。あ、ハテナのところになんか来てます。あ、 TikTok 全部の動画コメントし続けてますって、ありがとうございます。あの TikTok の方、あ、間違えた、なんか押しちゃった。え、何これ大丈夫かな。あ、大丈夫だ、すいません。そう、 TikTok の方をね、コメントを全部読んでます。ありがとうございます。あと何とかな、歯科倒立は難しいですが簡単にできる方法はないですか。倒立はなんか、小学校の頃に始めたんですけど、なんか私記憶がなくて、あの元から倒立できる人だと思ってたら、なんか前にその母から言われたのは、なんか4年生ぐらいの時に小学校の、あの倒立をやりたすぎて、なんか毎日家で練習してたらしくて、でも全然できないから、あの頭から毎回落ちて、なんかおでこのところになんか傷つくったりしてたらしいです。なんかそんな過去があるらしくて、それでなんか痛いじゃないですか、こう落ちると。だから畳の上とかでやってたらしくて、こうなんか畳の跡みたいなついてたらしいですよ。全然記憶にないんですけど、なんかそれで倒立できるようになったらしくて、らしいです。今はね、なんかもう倒立してる時すごい楽しくてしょうがないんですよね。意味わかんないかもしれないですけど。あ、そうなんですよね。あ、こんばんは。何だったかな、気軽にできるおすすめのトレーニングやストレッチはありますか。なんだろうな、気軽にできるトレーニングストレッチ、なんかいつもお風呂上がりにあの柔軟してるんですけど、あの開脚とかばっかりやっちゃってて、そうストレッチを全然やらなくて、まあ、それが結構ダメなんですけど、だからね、筋とかピキってなっちゃったりするので、まあ、良くないんですけど、 あれ好きですよ、あの手と足上げてわーって振るやつ、あの寝転んで手と足両方上げてわーってやるやつ、あれなんて言うんだったかな、忘れちゃった。あれめちゃくちゃなんかあの体がなんていうの、あの何、緩まる、意味が分かんない、あの体の力が抜けて、あのいい感じになる、疲れが取れるんですよ。だからあのちょっと疲れたなっていう時は手と足上げてわーってやると楽になります。全然答えになってませんねこれ。全然答えになってない、本当に。なんかストレッ
ちょっとできるようにしよう。今日はストレッチなしで開脚、そうストレッチなしで開脚とかすると良くないんで、ちょっとマッサージとかしながら、あでもお風呂とかであの足ふくらはぎとかこう結構歩いた日とかはマッサージしてますね。下から上にこう何ふくらはぎをマッサージしてあげると結構あの疲れが取れますね、足の。それはいい感じ、おすすめです。あそう脱力できるんですね。そうです、脱力するって言いたかったのさっきのやつ。そうなんですよ。やってみようと。ありがとうございます、ぜひやってください。あいやそんな感じ、なんかダメだな、あのあお風呂で歌とか歌うタイプですかって、歌わないですね。お風呂じゃなくて私シューズクローゼットで歌うんですよ。あの勝手にシューズクローゼットは防音だと思ってるんで、あの一応何靴箱みたいなところにちょっと入れる隙間みたいなのがあって、でそこをドア閉めちゃって、もう結構キチキチなんですけど、そこで歌ってます。歌う場所はそこですね。大体本当に防音なのか分かんないです。いや防音なわけないですね、普通に考えて。勝手に防音場所だと思ってるだけで。そんな感じです、そんな感じですはあれですね、口癖ですね、はい。今愛知県にいないんですかって。そう愛知県出身なんですけど、私東京に去年から一人暮らししてるのでね、愛知行きたいです、あの会いたいですね家族とかに。でもね今ちょっとまだね怖いんでね、また早く行けたらいいなとは思いますけど、うん。そうなんかシューズクローゼットで歌ってるって言うとちょっと豪邸なんですかとかなっちゃいますけど、大きいんですかって、いや全然大きくないですね、ちなみに普通に一人暮らししてるんで。多分私がちっちゃいからなんかその何あの服とかあるクローゼットにこうスポッて入れちゃうぐらいなんですよ。だからそういうイメージですね、服とかがかかってるクローゼットに頑張って入る感じかなって思います。こんばんは、こんばんは。ありがとうございます皆さん。なんかどんどんコメントとかいただけたら嬉しいです。そう去年はねメロメロで名古屋もたくさん行けたんですけどね、うん寂しいですね。はい、新曲の PV のおすすめのところを教えてくださいということなんですけど、おすすめの見どころはやっぱりあのダンスかなって。ダンスもだけどまずダンスはなんかすごい私が好きで、結構インパクトあるダンスになってて、なんかよく見てると歌詞に合った踊りとかも入ってるので、そこもこう注目して見てほしいのと、まあ、3人がねそれぞれ違うことをやってるのが一つの画面に映ってるから、こう見るところが1回でこうたくさんあるっていうんですかね、なんか何回も見て楽しめるミュージックビデオになっております。最高傑作、ぜひ見てください。まだ見てないよって方はあのメロメロ最高傑作であの検索お願いします。はい、そんな感じです。あ、ラジオね、はい、聞いてくださってた方ありがとうございます。ちょうど6月であの終了したんですけど、私がパーソナリティを務めていた、いただいたのは終了したんですけど、まあ、あの番組自体は続いてますのでね、ぜひよかったら聞いてみてください。何ですかね、外食に行くときはどんなところに行きますか。
私あれなんですよ、イタリアンが好きでパスタとかピザとか大好きで、だからイタリアンレストランが多いですね。あとあとはどこかな、結構カフェとかで済ましちゃう時も多いですね。前はそのこの何、家でご飯食べる習慣がなかった時はもう結構カフェとかに行ってパスタとか食べて終わりっていうことも多かったんで、うん、そう考えるとなんか今の方が健康な生活してるなって思います。サイゼリアとか行くのって。サイゼリアとかも結構高校生ぐらいの時めちゃくちゃ行ってましたね。友達と遊ぶと、高校生じゃないな、中学生かな、友達と遊ぶと行ってましたね。あのピザとか、ピザ美味しい、特にピザ美味しいんですよ、だから行ってました。映画見た後とかね。野菜炒め得意料理ですね、はい、野菜炒め得意料理って言えるのかなっていう、炒めてるだけだか、まあ、一応作ってるって言うんですか、野菜切ってないですけど。なんかこんな感じで大丈夫だったかな、あれなんかもうよくわかんなくなってきちゃいました。一人で喋ってるの本当にそわそわするんですよ。このそわそわ感早く直したいなって思いながら今喋ってます。本当にあの目がキョロキョロしちゃうし、すごい、うん、一人だと本当そわそわしちゃう。はい、何フライパン買ったの？フライパン買ってないです。あのなんだろう、そこが、あそこじゃない、なんだっけ、鍋なんだっけ、なんて言うんですかあれ、鍋とフライ鍋に、もう意味が分かんないや。鍋お鍋あるじゃないですか、お鍋はあって、だからそれであの野菜炒めしたりしてます。あのちょっと深いあのフライパンみたいなやつ、なんだっけあれ。そこで野菜炒めやってます。あの最近は卵のやつ、卵焼き器だとさすがに溢れちゃうから、そこが深いフライパンみたいな、お鍋にもなるよっていうの、あれお鍋なのかな、何なんだろう、わかんないけど、それでやってます。大丈夫か本当に、うーん、なんかお鍋かな、うん、そう、でも それでなんかパスタとか茹でたりしてたんですけど、溢れてきちゃうので怖いですね、パスタ。そうそう、イタリアンが好きでパスタも好きだから家でパスタも作ってみようと思ってね、前に作ったんですけど、本当に溢れてきちゃう、あの茹でてると、あれがめちゃくちゃ怖くて、パスタ茹でるのに15分ぐらいかかってましたよ私多分。それ茹ですぎですよね普通に。茹ですぎちゃなんかもうなんかすごいことになってた気がしますもんあれ。最近パスタ作ってないですけど。そう、吹きこぼれ、そうそれです、吹きこぼれちゃってね、怖くてこうなんか止めたり火弱めたりずっとやってたら、なんか何分、本当に15分ぐらい経ってても。やばーって思いながらね。はあ、そんな感じですよ。坊主似合いそうですね。坊主に、ちょっとどうなんだろう。スプーン入れると吹きこぼれにくくなるんですか。あ、でもなんかそれちょっと見たかもしれない、あのネットでどうやったらあの吹きこぼれないのかちょっと調べてみたときに、なんかそんな感じのこと書いてあった気がします。スプーン入れるとすごいですね。そう、パスタはね大きな鍋で茹でたいですよね。うん、あ、そう、蒸しで思い出した、そうこの間あの玄関の前になんか私からしたらだいぶ大きい虫がいて、親指の腹ぐらいの大きさかな、これぐらいの大きさの虫がいて、あの
30分ぐらい家に入れなかったっていうエピソード。あの本当に虫が苦手で蚊も殺せなくて、家の中とかに蚊とかってやっぱもう時期的に入ってきちゃうじゃないですか。あれもあの怖くてティッシュ持って構えてもなんかその蚊に近づくのが怖くて、すごい距離感で戦おうとするんですよ。でもだから全然殺せないっていう感じで、うん、だからそんな親指の腹ぐらいの虫、しかも何か分かんなくて、その近づけないから見えないんですよ、どんな虫なのか、何みたいな、で何って見たいけど怖くて近づけないから見れなくて、だから余計にあの退治できないまま家に入るのに30分ぐらいかかります。あの殺虫剤でシャーってやって、でもそう殺虫剤するのも怖くて遠くからやりすぎて絶対殺虫剤効いてなかったなと。だって動いてましたもん、こうやってふにゃ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 って、もう本当に嫌だと思って、うん、殺虫剤すらまともにかけれない感じ。はあ、そう、それなのにね、カブトムシよくそう食べたっていうのは自分でも、うん、すごいなって思いました。ちょっともう絶対食べたくないですね。え、虫嫌い、この前3時間くらい、やばいねそれも。あ、お質問の方が届いてますね。ひなちゃん、いつも笑顔が素敵ですが、日常でイライラすることとかありますか？いや、そんな、ありがとうございます。そう、なんか割とかずっと笑ってるタイプの人なんですけど、イライラすることはまあそれはありますね。あの、そのそれこそ虫がいた時は全然退治できないし、もうってすごいなってましたし、それあれもそうですよ、パスタ茹でてる時も吹きこぼれてくるから本当にもうどうしてくれんのと思って、そう、そういうのはねありますよ、全然そりゃ。でもなんか昔からその笑いキノコ食べたのっていうぐらい笑ってるよねって言われて、いろんな人に、なんかそんなに笑ってる実覚、まあるけどないんですよ。だからあのいつも笑ってるよねって言われるけど、あんまりなんか、あ、皆さんから言われてあの気づいた感じ。よいしょ。次やりたい髪型、髪色ありますかって聞けますけど、わかんないんですよね。なんか明るくしたいなとも思ったことがあって、あのなんかミルクティー色みたいな、あのブリーチしてやらないと入らない色にしたいなって思ったことは何回もあったんですけど、ブリーチ全部するのが怖いっていうか、後々後悔しそうだなっていうのでなかなかできてなくて、でそう、実は今回も暗くするか明るくするかで結構悩んで暗くしたんですけど、前よりね、あの去年の夏とかに比べたらだいぶこれで暗くなったんで、そう、でもなんか明るい色もねやっぱりやってみたいなって思うんですけどね、勇気がないですね。何色がいいのかも分かんないし、そうなんですよ。前一回なんか赤っぽい色にした時はちょっと失敗したなって思いましたね。なんかピンク茶色、ちょっとピンクがかった感じの色をやった時は、でも1週間ぐらいで落ちちゃってすぐ茶色になったんで、まあその時はそれで良かったんですけどね。髪色ね、すごい悩みますね。うん、そう、ブリーチね、髪が傷むんでね、怖いんですよ、やれないんですよ。うん、元気もらってますって、ありがとうございます。こんにちは。あ、ハートがたくさん、ありがとうございます。あ、なんか一回喋るとこう喋り倒すとこう、なんだろう、それが終わった瞬間にこう
シーンってなるじゃないですか、一人だから余計に。そういう時にあのすごいこうそわそわしちゃうやつをやめるように頑張りたいと思います何の報告だろうこれ分かんないけどいや何猫派犬派、あどっちだろうな。どっちも怖いんですよね、犬も猫も。もともと犬が怖くて、あのお散歩してる犬とか歩いてるじゃないですか、あれの横とか通れないぐらい昔無理だったんですけど、今は、まあ、なんとかその襲いかかってこない犬だったら大丈夫ですね。見てるペットショップとかで見てる分には可愛いんですけど、あの怖いんですよね、こうわーってくるのが。前あの猫カフェにあのセナちゃんとマミちゃんと3人で行った時があって、もう怖くて猫もなんかめちゃくちゃ飛んでるんですよ中で。でそう2人ともなんか可愛がってるんですけど、私だけもう怖くてあの縮こまってました。あのなんか寝てる猫の横にこう座って縮こまってました。怖かったですそうなんです、実家でも一切その金魚とかなんかそういうちっちゃいのですら飼ってなかったですね。うん、一回もないかな、そういうのない気がする。そう動物苦手なんですよね。うん、髪、あなんかこれどこが更新、あこういうことか、あなるほどね。今回の宣材写真はどういうテーマで撮りましたか。あそう宣材写真をね撮って、宣材写真個人の方かな、どっちだろう。そう個人の宣材写真もそう撮っていただいたんですけど、なんかなんだろう、白い服がなんかこう写真を一回撮ってみた時にいいなってなって、白い服であのとりあえず撮ってみたんですけど、なんかまあ自分の良さが出ればいいかなっていう感じで撮っていただきました、はい、あこんばんはあそう動物の急な動きとかね苦手なタイプです。あの昔オーストラリアに行った時にカンガルーが襲ってきて、カンガルーと鬼ごっこしてました完全にもうめちゃくちゃ怖かったカンガルー、もうビョーってくるんですもん、あんな大きいやつが。小学生の時だったんで、あれ小学校5年生ぐらいだから、多分140もなかったかな、身長が138とかそんぐらいだったのかな。中1の時に142センチぐらいだったから、多分それよりちっちゃいはずなんで、だからめちゃくちゃ怖かったですねカンガルーも。あまた質問をありがとうございます、たくさん質問が。これ本当になんか見方がなんかいまいちわかんない。あ違う、これ時間差だったのかな、あ違った。今最高傑作のパンどんな味でしたか。あそう最高傑作っていうあの熊本のあの高級食パンのお店のパンをいただいたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったですね。あの普通に冷凍しておいてあのトーストで焼いたパンってだからあんまり正直美味しくないイメージがあるんですよ。でも冷凍しておいてトーストして食べた時ですらもう全然あの美味しさがその最初に食べた時と変わってなくて、めちゃくちゃ美味しかったし、そのバターとかあのジャムとか塗らなくてそのまま食べるのがすごい美味しかったんで結構感動しましたね。やっぱ高級食パンって全然違うんだなって思いました
はい、こんな感じですかね。そう、だいたい30分ぐらいやるって言ったんですけど、喋ってると30分で本当にあっという間だなって思います。前にインスタライブやったのいつだったんだろう、あれ2ヶ月前ぐらいかな。それはない、なんか前とかもうこんな感じで喋ってたのかな。いや、ちょっと皆さん本当に見てくださってありがとうございます。急にやってみたんですけど、ちょっとおしゃべりの練習もしていこうと思います。そう、またね、ちょっとやって皆さんとこって会話していこうと思います。あ、今来たばっかだって言ってますね。ありがとうございます。今来たばっかの方。そう、大体時間なんですけど、別にそんなに時間めちゃくちゃきっちりはね決めてないんですけども、大体これぐらいかなみたいな。あの、そう、なかなか喋りすぎると何喋ってるか分かんなくなっちゃいそうで。そう、そんな感じです。いやー、たくさん見てくれてありがとうございました。そう、またあのトークも磨いていこうと思いますので、また質問とかたくさんしてくれたら答えます皆さんに。あ、そう、リリースイベントもあのちょっとずつですけども、まあ、やっていくので、まあ、ツイッターの方にね告知もしたので、ぜひあの見て、ライブメロメロのライブも見ていただけたらと思います。ありがとうございました。なんかこんな感じでしたけど、また明日からも皆さん頑張っていきましょうね。私も頑張ります。よし、あ、恒例のやつやろうかな、恒例にしていこう。これパワー送りますね、今から。明日からも皆さんが頑張れるように今からパワーを送りたいと思いますので、ぜひ受け止めてください。いきますよ、せーの、以上です。やばい、もうこれパワー送った後の真顔がちょっとひどかったですね今。あの、自分でも何やってんだろうって思って、ちょっとんってなった結果